初代トゥイーズ・ミュア・ダンシャク・ジョン・バーカンは、スコットランドの小説家、歴史家、政治家である、第15代カナダ総督を務めた。大学在学中から文筆活動を始め、同時に南アフリカにある諸植民地の行政官の個人秘書として、政治家として活動を始めた。彼は、第一次世界大戦における英国の戦果を宣伝する文章を書くことになる。 退役した後、スコットランド大学合同選挙区選出の会員議員となったが、活動の多くは39階段その他の冒険小説に代表される執筆活動に挙げられた。1935年にベスバラ伯爵に代わるカナダ総督に、カナダ首相、リチャード・ベネットの推薦のもと、カナダ国王ジョージ5世によって任命され、1940年に死去するまで務めた。 バカンは、カナダ文化の発展と教育に熱心であり、死後は、国葬とされた。スコットランド自由協会の牧師であったジョン・バカンと、ヘレン・ジェーン・バカンの長男として、パースに生を受けた。ファイフ州のカーク・カルディに育ち、夏季には、祖父母の住むボーダーズ地方のブラウトンで過ごしていた。ここでバカンは、ウォーキングと、田園景観に魅せられ、後年小説でしばしば取り上げている。 ハッチソンズ・グラマースクールを卒業すると、17歳で、グラスゴー大学の奨学金を獲得した。グラスゴーでは古典を学び、詩を書いて、やがて本を出版するまでになった。ヒューム奨学金を得て1895年に、オックスフォード大学、ブレイズノーズ・カレッジの古典学コースに転じ、ここで、ヒレア、ベロック、レイモンド・アスキス、オーブリー・ハーバートラと進行を深めた。 バカンは在学中の1897年にスタンホープエッセイ賞を1898年にニューディゲート賞を受賞しており、またオックスフォードユニオンの会長に選ばれ、6つの作品が刊行された。オックスフォード卒業に前後して、彼は初めて肖像画を描いてもらっており、若き日のショルトをジョンストン・ダグラスによって1900年に完成された。 オックスフォード大学を卒業したバカンは、政治外交の道に足を踏み入れ、当時南アフリカ高等弁務官として、ケープ植民地、トランスバールオレンジ自由国の植民地行政に、当たっていたアルフレッド・ミルナーの個人秘書となった。このことによって彼は、ミルナー幼稚園と呼ばれる者の,の一員となったのである。同時に彼は後にとりわけ彼の著作の中で重要となる国について、 知識を得ることになった。執筆活動はバカンが1903年にロンドンへ戻った際に再開され、それはまた出版社のトマス・ネルソンさんに共同経営者として迎えられ、スペクテーター氏の編集者となった時でもあった。ロンドンに戻ったバカンは政治の世界に乗り出し、ボーダーズ地方の選挙区から統一党の候補者として立候補したが落選した。彼は自由貿易。 婦人参政権、国民保険制度、そして貴族院の権限を制限することに賛成していたが、自由党の福祉改革、あるいはデイビッド・ロイド・ジョージのような先導的な自由党員によってもたらされる階級肝臓王と考えられるものには反対していた。1910年に南アフリカを舞台にした一連の冒険小説の始まりとなったプレスタージョンを発表した。翌年には、 十二市長海洋を患らったが、このことは、後年の作品に登場する、ある人物に関する着想を与えることになった。馬ンはさらに法律を学んでおり、1903年に法廷弁護士の資格を取得しているが、実際に法律家として活動することはなかった。1907年7月15日に、ノーマン・グロブナーの娘で、ウェストミンスター公爵のいとこである、 スーザン・シャーロット・グロブナーと結婚した。夫妻にはアリス、ジョン、ウィリアム、アラステアの4人の子供が生まれ、うち2人は生涯の大部分をカナダで過ごしている。第一次世界大戦が勃発すると、バカンは英国戦争宣伝局のために執筆し、タイムズ紙のフランス特派員として活動した。一方で小説の執筆も続けており、1915年に、 彼の最も有名な作品であり、対戦直前を舞台にしたスパイ小説39階段を刊行している。39階段には馬ン作品の主要人物となるリチャード・ハネーが登場するが、その造形は南アフリカ以来の友人であるエドマンド・アイアンサイドを元にしたものだった。翌年には続編である緑のマントが発表される。 バカンはやがて陸軍に入隊し情報部の将尉に任命されて、ダグラス・ヘイグ元帥のスピーチや声明文を起草した。活躍が認められて、1917年にバカンは、初代ビーバブルック男爵マックス・エイト県の下、情報部長に任用され、同時にチャールズ・マスターマンを補佐して1915年2月に始まった月間の戦士を観光した。 ただし指揮官たちとの密接な関係のため、バカンは戦争中陸軍の指揮について批判的になることは難しかった。戦争終結とともに、バカンはスリラーや小説を書くこととともに、歴史的な事物について書くことに関心を転じた。1920年代半ばまで、彼はエルズフィールドに住み、スコットランド歴史協会の会長や、 スコットランド国立図書館理事の職を歴任した。また多くの大学と関係を深めてもいる。例えば、ロバート・グレイブズは、金傍のアイリップに住んでいたが、バカンの推薦によって新設されたカイロ大学で、教職に就いたことを述べている。また、1927年の補欠選挙ではバカンは、スコットランド大学合同選挙区から統一党の会議員に選出された。政治的には、 連合王国を支持する伝統の中で、イギリス帝国内でのスコットランドの国家としての向上を考えていた。議会演説の中で次のように述べている。私はすべてのスコットランド人がスコットランド民族主義者であるはずだと信じております。もし、スコットランド議会が必要だということが証明されるならば、スコットランド人は必ずやそれを支えるでしょう。 スコットランドにおける大恐慌の影響と潜在的に高い度合いで起きているスコットランドからの移民流出も同じ演説の中に反映されている。我々はギリシャ人のように住むところではどこでも強制を誇り反映を謳歌しながらその背後にしせるギリシャを抱えることを望んではいません。彼はまたジョン・モーリーのライフ・オブ・グランド・ストーンに大きな影響を受けていることに気づいた。 第二次世界大戦が始まって数月の頃にそれを読んだのである。彼はグラントストーンが人々に物質主義や自己満足、権威主義に打ち勝つことを教えていると信じていた。後にハーバート・フィッシャーやステア・ジローン、ギルバート・マレーに宛てた手紙の中で自分がグラントストン的な自由主義者になりつつあることを述べている。スコットランド統一自由協会が1929年に スコットランド国教会と合同した後、バカンはオックスフォードの長老派協会とロンドンの聖コロンバ協会両方の長老として活動し続けていた。1933年と1934年に、バカンはスコットランド国教会の全国総会におけるジョージ5世の名城に任命されている。1930年以来、バカンはシオニズムに共感し、 パレスティナ超党派議員連盟と関係していた。文芸と教育への貢献が認められて、1932年1月1日に、彼は、コンパニオン・オブ・オナー・勲章を国王からの私的な贈り物として授与された。1935年になると、バカンの作品は、話は大幅に変更されたものの、アルフレッド・ヒッチコックの39夜として、 ロバート・ドーナットがリチャード・ハネ役に当てられて映画化された。同年5月23日にはバカンは聖マイケル、聖ジョージ勲章を授与されることになり、さらに6月1日にはジョージ5世からオックスフォード州エルズフィールドのトゥイーズミア男爵に除され、貴族に列したが、これはカナダ総督への任命に先立って行われた。カナダ首相、リチャード・ベッドフォード・ベネットが 総督の人選について、野党自由党の指導者、ウィリアム・ライアン・マッケンジー・キングに意見を求めたとき、マッケンジー・キングは、国王が馬官に、平民のまま総督職を務めさせることを勧めたものの、最終的に、ジョージ5世は貴族によって、自身が代理されることを主張しを仕切った。馬官の名前は、早くから総督候補として、マッケンジー・キングから国王に推挙されていた。 すでに1924年に、バカン夫妻は当時カナダ首相であったマッケンジー・キングの客として、キングズミアの別荘を訪れており、キングはバカンについて深い感銘を受けて絶賛している。翌年のある夕方に、キングは、総督の初代ビミオブ・ビング主尺ジュリアン・ビングに、バカンが公認として適当であることを伝え、バカンとは友人であった、ビング教自身も同意していた。 こうした意向は時を経て英国政府に伝えられ馬ン自身も打診を受けているがこの時点では彼は引き受けたがらなかったというのもバイングは1926年に起きた国政危機について馬ンに書き送っており同時にマッケンジーキングをけなしていたからである1935年8月10日にカナダ首相府は国王が馬ンを 総督の公認とするベネットの推薦を直所によって承認したことを発表した。バカンはカナダに出発し、11月2日の式典で、ケベック衆議会議事堂の赤の広まで宣誓した。バカンは、ウェストミンスター憲章が施行されて、以来、初めてのカナダ総督であり、カナダ数密院において、国王の名のもとに再下する最初の人物となった。バカンは、 総督在任中も執筆を続けていたが、同時に総督の職務を重要なものだと考えており、着任当初からカナダ全土をくまなく訪れることを目標としていた。その中には総督としては初めて北極圏地方を訪れることも含まれていた。彼は自分の職務について総督というものは特別な地位の一つである。それというのもカナダ全土を知り、 あらゆる住民を知ることがその職務であるからだと述べている。馬ンはまた大恐慌とそれが人工構成に与えた問題にもかかわらず、カナダ人独自のアイデンティティと国民の統合を奨励した。すべてのカナダ人が彼の考え方に理解を示したわけではない。1937年にモントリオールで演説した際にはイギリス帝国の一体性を重んじる人々の怒りを買った。 カナダ人がまず忠誠を示すべき相手はイギリス連邦ではありません。カナダであり、カナダ国王であるのです。この演説はモントリオールガゼット紙に不注と書かれてしまった。バカンはエスニックグループが個性を保持し、おののがカナダ国民としての特質に寄与するべきであり、最強の国家は異なる、人種集団から成り立っているものだとする考え方を再三と泣いていた。 1936年は王室にとって明らかに激動の一年だったと馬鹿は考えていた。1月下旬にジョージ5世が崩御し、長男で大衆的な人気があったエドワード王太子がエドワード8世として即位した。その頃オタワの総督官邸であるリドーホールには模章が掲げられ、服務期間中公式の行事はすべて中止された。 年が変わらないうちに、新国王が離婚経験のあるアメリカ人女性ウォリス・シンプソンとの結婚を計画していることが明らかになり、各自治療でも反対論が紛失した。バカンは、バッキンガム宮殿と時のイギリス首相、スタンリーボールドウィンに、カナダ人が国王に深く尊敬の念を抱いていることと、エドワードがシンプソンと結婚した場合に起こるであろう。 カトリックとプロテスタント双方の宗教感情を害することを指摘した。12月11日までにエドワードは弟のヨークコアルバートに賛成して退位することを決めた。カナダにおける多い継承順位は他の自治領と同じままだったため、バカンは退位について定めた英国本国の法律にカナダ政府として同意し、最終的には1937年に カナダ王位継承法を採開することでこのことを追認した。マッケンジー・キングが国王単位の法をもたらしたとき、彼は総督として三人の王を代表することになったとつぶやいている。1939年5月から6月にかけて国王夫妻はカナダを横断し、カナダ国王の立場で国賓としてアメリカ合衆国に迎えられた。 国王の歴法は1937年の大冠式以前から馬ンによって構想されていたのだった。公式行事についての歴史家であるグスタブ・ランクトットによればこの構想はおそらく大冠式のようにジョージ6世がカナダ国王というもう一つの肩書きを実感するだろうという認識から生まれたものだった。またカンはカナダ人が彼らの王がカナダの閣僚に 補佐されて王としての役割を担っているところを見ることにより国王が生身の存在としてカナダが独立王国であるという事実を示そうとしていたそのために1937年5月に送った正体へ積極的な回答を引き出そうと多大な努力を重ねたのである1年以上待ち続けた上1938年6月に彼は休暇で本国に戻り 訪問の決定を確実にしようとした。オックスフォード近郊の自宅からバカンはマッケンジー・キングに次のように書き送っている。私にとって重要な問題はもちろん国王のカナダ訪問です。ルージン城での西洋の後10月にカナダ訪問の確約を手にカナダに帰還した。彼は訪問の取りまとめにあたって重要な貢献を果たしたにもかかわらず訪問中は リドーホールの官邸に引きこもっていた。カナダ国王が当地にある時は私は総督であることをやめ、影の法的な存在であるに止めるというのが彼の見解だった。カナダでは国王夫妻はライオンズゲートブリッジの開通式をはじめ数々の公的行事に参加していた。訪問の背後にあったもう一つの要因には広報活動があった。 カナダでの国王夫妻の存在はアメリカ合衆国にドイツへの反感に先んじて英国への支持を強めるよう計算されたものだった。第一次世界大戦での経験から馬ンは戦争には否定的で合衆国大統領フランクリン・ルーズベルトやカナダ首相マッケンジーキングと連携して新たな戦争を回避しようとしていた。それでも同年9月には 本国の宣戦線布告に少し遅れて、ジョージ6世の同意の下ドイツに宣戦線布告をすることになった。それと共に、名義上のカナダ軍最高司令官として、カナダ3軍の総動員令を発した。これらの職務は馬官に長期間負担を与えたわけではなかった。1940年2月6日にリドーホールで発作を起こして転落死頭部に重傷を負った。 モントリオール神経学研究所のワイルダーペンフィールド、医師により2回の手術が実施されたが、一命を取り留めることにはならず、2月11日に死去した。キング首相により、ラジオでその死が伝えられた。各家の死去により、カナダ民衆は、歴代総督の中でも、最も偉大で尊敬すべき人物、着任以来その人生を職務に捧げた友人を、 失ったのです馬ンは私的な友人関係というよりは政治的な経緯によって培われたものであったとしても、ともかくキングとは固い絆で結ばれていた。キングは馬ンの欠点には心を許さなかったが、その神聖の連直さと無視の目標を高く評価していた。オタワの聖アンドリューズ長老派協会では馬ンの国葬が営まれ、異界は軽巡洋艦オライオンによって、 英国に運ばれ、家族の辞書があるオックスフォードのエルズフィールドに埋葬された。バカンは晩年歴史書やカナダについての著作とともに辞書伝、メモリーホールのザドアを表している。バカン夫妻は、リドーホールに最初の専門図書館を設立し、また、夫人の働きかけでカナダ総督文学賞を設け、今日でもカナダ最高の文学賞として存続している。 100冊に上る著作の中には30近い長編小説、7つの短編小説集、それに、ウォルター・スコット、アウグストス・トゥステー、オリバー・クロムウェルの伝記がある。モントローズ校の伝記によって、ジェームズ・テート・ブラック記念賞を受賞しているが、バカンの最も有名な著作はやはりスパイ小説であり、今日でもそれらによって記憶されている。最後のバカン作品は1941年に、 観光された昇進の川であった。ブリティッシュコロンビア州のトゥイーズミワ州立公園は1937年にレインボー丘陵を訪れた馬館を記念して1938年に創設された。ありがとうございます。